はい、では今回ラフな感じの簡単なお団子をしていきたいと思います。使うものはまずゴールドのゴム、留める際に使うピンですね。あとはアレンジで今回このペロッとした紐を使っていきたいと思います。では全体的にこのクタクのオイルを使ってアレンジしていきます。では全体的にお湯をつけて、乾燥しやすい髪の毛なので結構しっかりめにお湯をつけてもらってゴムでくっていきます。落ちるケアも放ってもらって大丈夫です。手ぐしでくってもらって、はい、では止める位置はだいたいこの高い位置ですね。モデルさんのバランス見ながら止めていってください。落ちる気はもう置いていてもらって大丈夫なので、はい、ゴムでくっていきます。止まりやすいように二重にしてそのまま高い位置で止めてもらって、落ちる髪の毛は置いてもらってこのぐらいの位置で作ります。でグッとくくってもらって、土台なのでグッとくくってください。でこんな感じでしてもらって外していきます。で落ちた毛は決めていきます。軽くねじりながら揉んで、でこのまま上に軽くねじって止めていきます。こんな感じです。で上に毛がちょっと残るので、その場所もちょっと軽く持って止めていってください。はい、では団子の位置を持って軽く上に 5000mm のところを引っ張る感じで崩していきます。こんな感じです。持ってる以上に結構引っ張ってもらっても大丈夫なので崩してください。じゃあ根元の方を持ってここを緩く崩していきます。持てる以上に毛出ても大丈夫なので大胆に崩してください。はい、崩し終わったらまっすぐ出てる毛があるので、毛先をストレートアイロンでくるっと巻いていきます。ではちょっとここのゴムを隠していきたいので、これを軽く1回転半ねじりながら根元をほぐします。ほぐしてこちらのところに軽くゴムを隠していきます。で見えなくなるように根元の方でしっかり止めます。でバランス見ながら余ったところも止めていきます。ではここのゴムも隠していきたいので、この余ってる毛を時計と反対回りに1回転半軽くねじって根元をまた崩していきます。でそのまま根元に、ピンを止めていきます。でバランスを見ながら崩していきます。はい、こんな感じです。取った毛をちょっと動かしたいので
波打ちをして巻いていきます。波打ちした方がちょっと動きが出やすいので巻いていきます。いらないところは先の太羽だけで大丈夫なので、太羽を巻いていきます。たまに出てくるまっすぐな毛も少し巻いてあげると動きが出やすいです。こんな感じです。はい、じゃ前髪をちょっと薄くしていきたいので波打ちで大きめにちょっとしっかり巻いていきます。前髪をちょっとおしゃれな感じにしてあげた方のが動きが出て、カジュアルな人とかは結構最近前髪がうざい感じというかこうクシュッとした感じが流行っているので、シュクシュしてやっていきます。全体的にしたらバランス見ながら入れていきます。上げる時も少し1回転半ぐらいねじりながら崩して上げていきます。で止めます。サイドも少しちょっと上げていくのでバランス見ながら軽くねじって引いていきます。髪の毛が明るいのでオールズのピンでもピンが見えてもそんなに大丈夫なのでピンを止めていきます。こんな感じです。カジュアル系の女の子はルーズな感じのお団子が似合うのでぜひやってみてください。はい、では紐一つで1ここに頭に巻いて、リピンを使って持ってもらって、作って2回くくります。でそのまま蝶々結び、蝶々結びみたいな感じで作って、そのままここに刺します。
で、バランス見て、しそうだったらピンで留めます。